ヨハネによる福音書、第五章。この後、ユダヤ人の祭りがあったので、イエスはエルサレムに登られた。エルサレムにある羊の門のそばに、ヘブル語でベテスダと呼ばれる池があった。そこには五つの回廊があった。その回廊の中には、病人、目の見えない者、足の不自由な者、痩せ衰えた者などが、大勢体を横たえていた。彼らは水の動くのを待っていたのである。それは時々、主の御使いがこの池に降りてきて水を動かすことがあるが、水が動いた時、真っ先に入る者は、どんな病気にかかっていても癒されたからである。さて、そこに38年の間、病気に悩んでいる人があった。イエスはその人が横になっているのを見、また、長い間患っていたのを知って、その人に、治りたいのか、と言われた。この病人は、イエスに答えた。主よ、水が動くときに、私を池の中に入れてくれる人がいません。私が入りかけると、他の人が先に降りて行くのです。イエスは彼に言われた。起きて、あなたの床を取り上げ、そして歩きなさい。すると、この人はすぐに癒され、床を取り上げて歩いていった。その日は安息日であった。そこでユダヤ人たちは、その癒された人に言った。今日は安息日だ。床を取り上げるのはよろしくない。彼は答えた。私を治してくださった方が、床を取り上げて歩けと私に言われました。彼らは尋ねた。取り上げて歩けと言った人は誰か。しかし、この癒された人は、それが誰であるか知らなかった。群衆がその場にいたので、イエスはそっと出て行かれたからである。その後、イエスは宮でその人に出会ったので、彼に言われた。ご覧、あなたは良くなった。もう罪を犯してはいけない。何かもっと悪いことが、あなたの身に起こるかもしれないから。彼は出て行って、自分を癒したのは、イエスであったとユダヤ人たちに告げた。そのためユダヤ人たちは安息日にこのようなことをしたと言ってイエスを責めた。そこでイエスは彼らに答えられた。私の父は今に至るまで働いておられる。私も働くのである。このためにユダヤ人たちはますますイエスを殺そうと図るようになった。それはイエスが安息日を破られたばかりではなく、神を自分の父と呼んで、自分を神と等しいものとされたからである。さて、イエスは彼らに答えて言われた。よくよくあなた方に言っておく。子は父のなさることを見てする以外に、自分からは何事もすることができない。父のなさることであれば、すべて子もその通りにするのである。なぜなら、父は子を愛して、自らなさることはすべて子にお示しになるからである。そして、それよりもなお大きな技をお示しになるであろう。あなた方がそれによって不思議に思うためである。すなわち、父が死人を起こして命をお与えになるように、子もまたその心にかなう人々に命を与えるであろう。父は誰をも裁かない。裁きのことはすべて子に委ねられたからである。それはすべての人が父を敬うと同様に子を敬うためである。子を敬わない者は子を使わされた父をも敬わない。よくよくあなた方に言っておく。私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を受け、また裁かれることがなく、死から命に移っているのである。よくよくあなた方に言っておく。死んだ人たちが神の子の声を聞くときが来る。今すでに来ている。そして聞く人は生きるであろう。それは父がご自分のうちに生命をお持ちになっていると同様に、子にもまた自分のうちに生命を持つことをお許しになったからである。そして子は人の子であるから、子に裁きを行う権威をお与えになった。このことを驚くには及ばない。墓の中にいる者たちが
皆、神のこの声を聞き、善を行った人々は、生命を受けるために蘇り、悪を行った人々は、裁きを受けるために蘇って、それぞれ出てくる時が来るであろう。私は、自分からは何事もすることができない。ただ、聞くままに裁くのである。そして、私のこの裁きは正しい。それは、私自身の考えでするのではなく、私を使わされた方の身旨を求めているからである。もし、私が自分自身について証をするならば、私の証は本当ではない。私について証をする方は他にあり、そして、その人がする証が本当であることを私は知っている。あなた方は、ヨハネのもとへ人を使わしたが、その時彼は、真理について証をした。私は人から証を受けないが、このことを言うのはあなた方が救われるためである。ヨハネは燃えて輝く明かりであった。あなた方はしばらくの間、その光を喜び楽しもうとした。しかし私にはヨハネの証よりももっと力ある証がある。父が私に成就させようとしてお与えになった技、すなわち今、私がしているこの技が、父の私を使わされたことを証ししている。また、私を使わされた父も、ご自分で私について証をされた。あなた方は、まだ、その御声を聞いたこともなく、その御姿を見たこともない。また、神が使わされたものを信じないから、神の御言葉は、あなた方のうちにとどまっていない。あなた方は、聖書の中に、永遠の命があると思って調べているが、この聖書は私について証をするものである。しかもあなた方は命を得るために私のもとに来ようともしない。私は人からの誉れを受けることはしない。しかしあなた方のうちには神を愛する愛がないことを知っている。私は父の名によって来たのに、あなた方は私を受け入れない。もし、他の人が彼自身の名によって来るならば、その人を受け入れるのであろう。互いに誉れを受けながら、ただ一人の神からの誉れを求めようとしないあなた方は、どうして信じることができようか。私があなた方のことを父に訴えると考えてはいけない。あなた方を訴える者は、あなた方が頼みとしているモーセその人である。もし、あなた方がモーセを信じたならば、私をも信じたであろう。モーセは私について書いたのである。しかし、モーセの書いたものを信じないならば、どうして私の言葉を信じるだろうか。